します。よろしくお願いします。社民党参議院議員福島美佐子です。4回皆勤賞です。でもやっぱり国会の前で一緒に声を上げたい、そして声を上げるために来てくださった皆さんありがとうというのは変だが、一緒に頑張りましょう。今日参議院の予算委員会で、今まさしく森友学園とそれから共謀罪について質問をしました。森友学園本当にあの問題ひどいです。なんで1億3200万円遊園費を払ったのか、まだその証拠を政府は出してきません。今日出すようにということを再度言いました。そしてなぜ8億円以上も値引きをしてただ同然で売ることができるのか、それも全く分かりません。隣の豊中市が買った土地は14億円、そしてゴミも全部豊中市がやるんだという契約になっています。同じゴミの処理があるのになんでこんな差があるんでしょうか。政治の圧力と日本会議に対する配慮じゃないですか。安倍総理に対する、安倍昭恵さんに対する、安倍政権に対する、総理に対する配慮じゃないですか。それ以外考えられません。安倍昭恵さんは詩人だ詩人だと総理は言います。でもあの官邸に5人役員をつけているんです。2人は常駐、部屋があって机があって、なんで詩人に官邸に公務員5人もつけることができるんでしょうか。国会議員だって3人しか秘書公設いないんですよ。大臣だって2人しか秘書官はいません。なんで5人、しかも2人は初めて常駐した人間が公務員としてついているんですよ。そして今日質問をしました。森友学園が公園に行くときに随行の公務員はいたんですよね。答えはそうですということです。公務員連れて行って役人使うということは税金使ってるんですよ。どこが詩人なんでしょうか。都合のいいときは詩人だって言って、都合がいいとき悪い、あるときは詩人、あるときは内閣総理大臣夫人という名称を使い分けて政治的に利用するなと思いますが、どうでしょうか。で、先ほど西谷先生が話をされました。その通りです。あの幼稚園の光景本当に凄まじい、教育勅語を本当に暗唱させ、軍歌を歌わせ、そして安倍総理頑張れ、安倍総理頑張れ、安保法案通ってよかったです、それを宣誓させる子どもたちに対する洗脳ではないでしょうか。安倍総理は何を望んでいるか、個性を潰して自分たちの言いなりになる子どもたちを作りたい、安倍政権を批判するような人たちはいらない、みんながみんな安倍政権を礼賛し安倍総理頑張れと、そういう子どもたちを、国民を作ろうとしている。森友学園の子どもたち純粋です。 もちろん子どもたちに何の罪もありません。でもそんな子どもを、国民を作ろうとする今の政治を私たちは許さない。その立場でやっていきましょう。安倍総理が憲法を改悪してまで作りたい世界は、国民が主権者ではなく、まさに権力にひれ伏して素晴らしいという安倍総理に対する批判などない、それが彼にとっての美しい国ではないでしょうか。でもそれは主権者である国民にとっておぞましい国でしかありません。そして個性、個人の個性を潰し、家族が大事、郷土が大事、国が大事、これこそ今道徳で教え込もうとしている憲法の個人の尊重などもう叩き捨てて、そして国のために命を投げ出す、そんな国民をまさに作ろうとしています。でもおぞましいですよね。子どもたちにはなんだらかんだらかんだらなんだら説教をするにもかかわらず、
やってることは25回、6回、国会議員のところに来て、口利きに頼んで、まあ、頼んだかどうか分かりませんが、まあ、頼んだんでしょうね。そして国有地をただ同然で、いやむしろいろんな補助金入れれば儲かるわけじゃないですか。自分のお金がなくってなんで学校を作るんですか。私はこれがまさに国のためにと言ってる人々が私利私欲の金まみれの政治を私物化している、その象徴だと思います。だからこんな社会はごめんなんです。安倍総理の言いなりになるのはごめんなんです。安倍総理の言いなりになる子どもたちを作る教育もごめんなんです。だから私たちは安倍総理が作ろうと思っているのと全く違う社会を一緒に作ろうではありませんか。今日共謀罪についても質問をしました。テロ等準備罪と言います。でも与党に示された共謀罪の法案、テロという言葉はどこにもないんですよ。どこにもないんですよ。どこにもありません。それはこの共謀罪がテロ対策などではないということを自ら示しているのではないでしょうか。だったらだったらだったらテロ等準備罪なんて撤回すべきです。嘘つくな、国民騙すな、テロという言葉で騙すな、ミスリードするな、そう言いたいと思います。質問信書を出しました。テロ等の等とは何か。等とはテロ犯罪以外の組織犯罪を言うという答弁書が返ってきました。じゃあ全部じゃん、全部じゃないですか。テロと非テロ全部なんですよ。テロ等準備罪なんていうごまかしの名称を私たちは許さない。共謀罪、これはいりません。先ほど西谷さんが話しました、沖縄ではすでに始まっています。威力業務妨害罪でなんと山城博司さん逮捕され、そして起訴されています。1月に辺野古にブロックを積んだことで11月に逮捕拘留、12月に起訴ですよ。そしたらこう組織的威力業務妨害罪、共謀罪の中に入っています。座り込みしよう、あるいはブロック積もうと話し合っただけで、それを第三者に電話をしメールを出したら準備行為、犯罪行為でもないのに、それで組織犯罪集団に転換したとして、まさに共謀の段階で処罰をされるんですよ。277の犯罪が対象ということは277の治安維持法ができるということです。あまりに早く法律が犯罪が成立する。私たちはまさにこの共謀罪、まだ国会に提出されていません。共謀罪っていうこのグロテスクな法案が国会に絶対に出てこないように声を上げていきましょう。声を上げること、話すこと、力を合わせること、人とつながっていくこと、あらゆる場所で声を上げること、そのことで私たちは未来を変えられます。一緒に野党も共闘、市民も共闘、そしてみんなの周りで共謀罪反対、そして未来を変えよう、そのことを大きく広げていきましょう。国会の中でも頑張り抜きます。ありがとうございます。皆勤賞、福島みずほさん、本当にありがとうございました。